10月1日土曜日、マサラジ第5弾始まりました。こんばんは。こんばんは関太郎っていうね。てか本当に今普通に土曜日の5時15分ぐらいに収録されてるっていう、収録というかもう普通のラジオみたいな感じになっちゃってますから、昨日普通になんだギリギリまで飲んでて、終電乗って帰宅みたいな、久しぶりに酒飲んで、まあ酔ってはないんだけど4杯飲んで、まあいいよね、そういう日もあっても。やっぱり、まあ、電水まではいかないけど限界まで飲んでみたいっていうのはあるけどね。今日のマサラジはまあ曲がマイウェイっていう曲なんだけど、テンポがいいから話し方もテンポいいっていうね。何このテンポみたいな。まあ結構あれだもんね、今までの4つはテンポ的には80とから100ちょっとぐらいかな。このマイウェイの曲はね130とかそれぐらいだから、うん、やっぱりテンポ早い感じかな、作る曲の中でも。まあこの前出したシングルの中でおまじないっていう曲はまあ早かったね、結構140とか150とか、結構アップテンポの曲とかアルバムとかシングルに1曲は入ってるね。まあやっぱり個人的にノリノリのは好きだからね。まあ結構ラブソングとかバラードというイメージもついてるんだけどね。まあそういうアップテンポの曲だとまあ楽しいし元気になるし乗れるしっていうのがあるからまあいいよね。今日はてか最近休みが取れなくて、まあしかも風邪をひいてたから本当に体調を治すんだけれど、治すなんつうの、休みがちゃんと取れなかったからね、本当に、うん、お疲れ様ですみたいなね。やっと今日休みで明日日曜日だから、うん、まあゆっくり、そこまでゆっくりもできないけど、まあ休みがないのに比べれば休めるかなーっていうね。みんなは休みとかあるのかな、最近どこ行ってるだろうね、みんな。最近のね、最近どこ行ったつらいってそんな行ってないんだよね。買い物とかね、行きたいんだけどね、服好きだしね。あと、お手紙をいただいたのですが、最近何ですか、恋について教えてくださいと。まず、恋について。俺に聞きますかみたいなね。まあ、恋って言っても、範囲が広いからね。何から語ればいいのかっていうね。語ってしまうと、相当な時間を要してしまうと思うので。ね、なんだろうね、恋。でも最近ね、まあ、俺自身も最近、わからなくなってきたんだけどね。何がわかんないんだよ、みたいな話だけど、なんだろうね。まあ、シンプルでいいんじゃないかって思うけどね。あ、俺は、お前が好きだから、みたいな。巻いても俺が好き。まあそれでいいんじゃないのっていう、まあ結局はそういうことでしょうっていう。あとは人によって、まあ、まあ漢字では恋という字が定められてるけど、多分そこにあるものってみんな一緒じゃなくて、その人その人によって形が違うと思うから、まあそこはね、まあいいこと言ってるんだけど、まあ恋だよね、うん、だからまあ本当にシンプルにいけばいいんじゃないのって思うけどね、うん、好きだから。まあ過度になるといけないけどね、相手が嫌がっちゃってみたいな、そこまで言っちゃうと、うん、恋ではないよね。まあ
相手に迷惑とか不快に思わさせない。まあそこぐらいだろうね、恋ね、難しいね。なんかね、言葉で表すとね、言葉で表さなくてもいいものもあるよね、やっぱり。なんか空気というか、そのなんつうんだろうね、温かみっていうか、まあそういうのいいよね、そのままで。なんか頑張ってその言葉を表してっていうのじゃなくて、そこにそれがあればいいっていう、まあそれもなんか恋愛みたいなものかな。まあ好きな人が隣にいるだけで元気にもなるし、励まされるしね。まあそういうものだと思いますが、皆さんはどうでしょうか。ショコラを食べてたんだけど、普通にアイスの中にドボンってやっちゃって、ショコラアイスになってしまったっていうね。まあまあ別にまずくはなかったけどね、ちょっとあれみたいな悲しい感じだよね。もうなんだよね、今日は結構暑かったけど明日は寒くなるみたいで、温度変化が急になると、体調っていうか風邪ひきやすくなるから、みんな注意しないとね。あと最近、まあ、お便りとかメールとかいただくことが多くなってきたんですけど、まあその1週間というかね、その1回1回でその人の意見とかを発表っていうか伝えられる数というのが結構限られてきちゃって、そこはちょっとね残念な感じがあるんだけど、本当だったら、まあ、全部伝えたいっていうのがあるから、まあまあそこはね徐々に、伝えていこうかなっていうのはあるけど、まあ今ね疲れ結構溜まってるけど、なんか歌いたいかな、歌いたいし、ギター弾きたいし、ピアノ弾きたいしね、本当に溜まってるみたいなね、そんな溜まってんのみたいなね。まああと重要なお知らせ的には、1月12月終わりぐらいに出すって言ってた、ニューアルバム、ニューシングルの2枚はね、1月の後半かな、後半ぐらいになるかな。ちょっとね立て込むっていうか、結構忙しくなっちゃってるからね、ちょっとだけ遅くなっちゃうかな。もう本当になんつうんだろうね、結構まあ曲とか詞が自然とね溜まっちゃうんだよね。なんかまあ俺が書くとか思いつくとかそういう時って、やっぱり何かが始まったりとか何かが終わったりとか、そういう時に浮かんだりするんだよね。やっぱりなんか浮かばせるっていうのは嫌いだね。なんか本当にそこにあったものっていうか、それを無理やりほじくり出すっていうのじゃなくて、自然と出てきたものを、出すっていうね、そういう作り方をしてます。では今日はハートというアルバムから My Way です。どうぞ。